けど、で、今日行ってきたのは、有楽町から銀座にかけてを、なんか散歩しながら買い物したっていう感じなんだけど、ここは、その有楽町って駅前に、まず東急ハンズ、まあ、今ハンズか、ハンズがあります。で、そこから銀座の方に歩いていく中で、無印良品があって、ロフトがある。で、もう銀座の交差点さらに抜けて東の方に行く、東銀座の方にちょっと向かっていくと、まあ、一番大きい交差点からちょっと、北東のあたりに伊藤屋さんの本店があるっていうのがまずあるし、あと実はその、まあ、それは海外の人が来るからなのか分かんないけど、100円ショップが結構多くて、ダイソーと、あと、ダイソーのちょっと業態が違う、その価格が違う商品で、かつ、ちょっと雰囲気も違う商品を売ってるお店ってのがあるんですよ、今。あんまりちょっと大きい声で言えないけど、ダイソーがやってる無印良品みたいなお店と、ダイソーがやってるスリーコインズみたいなお店があるんですよ。それが、まあ、同じ、マルニーゲートっていう、まあ、どっちかというと有楽町の駅前にあるビルの中に、入ってたりとかしてね。で、とか、あと、まあ、実際に本家スリーコインズも、有楽町の、高速道路の下に商業施設があって、そこの、まあ、銀座インズって言うんですけど、だったかな。あれ、ちょっとごめんなさい。銀座インズじゃなくて、もしかしたらちょっとその流れで名前が違う建物だったかもしれないけど、そこに西銀座なんとかっていう、なんかまあ、建物があって、その中にスリーコインズがあったりとか、あと、銀座の中央通りって一番でっかい通りの、通りに面した建物の中に、セリアが入ってたりとか、割とね、そういう、プチプラの、商品も、取り扱うお店があったりもする。100円ショップってどうやって家賃に見合う？やっぱりその売り上げがあるのかなとか、そんなことばっかり考えちゃうんだけど、まあそんなこと、まあ、考えつつも、まあ買い物を今日してきましたっていうところです。まあちょっと気になったものは、ちょっとなるべく高くなければ買うっていう、まあその買い物行くとき大事なのって、まあ、買い物って、なんかこれを買うぞっていうときは、もちろんいろいろ考えて欲しいもの吟味してみたいな感じなんだけど、要は散歩と買い物を兼ねるみたいなことをするときは、なんか気になってて、なんか安い、例えば1000円未満で買えますみたいなものは、あんまり躊躇せずに買った方がね、なんかその勢いがつくんですよね。で、今日もいろいろ買いましたよ。なんかシャーペン、みたいに使える、鉛筆の芯みたいな太さの、芯と書き味なんだけど、そのシャーペンみたいに出せるっていう、まあ昔から割とあるんだけど、それのね、なんか赤鉛筆バージョンが見つかって、あ、こんなのあるんだと思って、コクヨさんが出してるやつですね。ちょっとこの辺細かくはまたブログとかに書こうかなと思います。それを買ったりとか、あと、ロフトでは、B サイドレーベルっていう、ステッカーを出している大阪の会社さんがあって、ここの、シールは非常に面白いので、気になる人は調べてほしいんですけど、まあ、昔のブログにも書いたかな。割とパロディ系とか、いろんなイラストレーターさんに書いてもらう、キャラクターもの、オリジナルのキャラクターものね、B サイドレーベルオリジナルキャラクターのシリーズとか、そういうものをですね、結構、販売してるとこは、で、割とロフトとかハンズとかで取り扱いがあるんで、そのステッカーを貼ってみたりとか、あとは、まあ、セリアとか行くとね、割と見てると、あ、こんなのあるんだっていうふうに買ったりとか、あと、値段が100円だから、まあ、セリアは基本100円ですよね。あんまり300円とか500円のものって扱いないと思うので、見てると意外と珍しいものがあったりとかするんですよ。例えば今日買ったのは USB の、USB のマイクロを、そのコネクタに挿して、で、C ケーブルにつなげるっていう、コネクタがあって、逆は割とあるんですよね。USB の C のケーブルを挿して、で、マイクロ USB につなぐっていうのは、割とその、だから今 USB の C っていうのが主流になってから、で、古いスマホとかって USB のマイクロで挿すからね、それに対応するための、いわゆるちょっとダウングレードみたいなものはあるんだけど、
アップグレードの B から C へつなぐものって意外と秋葉原とか回ってもなくて、まあ、需要がないのかなと思ってたんですけど、そういうものもなんか売ってたりするんで、割とあの100円ショップって意外なものがあったりするんですよね。だから他のお店だとなんかあんまり売れ筋じゃないから扱わないみたいなものを、まあ、100円で売ってるみたいな場合があるので、まあ、割とやっぱり行ってみて面白いなっていうのは思いました。その辺を買って、で、で、そう、無印良品にも言ったんだけど、無印がね、ちょうど改装中で、10月の頭かな、頭にリニューアルオープンするらしいですね。それまでは、あの、各売り場が、まあ、縮小したり、お休みしてたりして、フロア丸ごと、このフロアは、もう今営業してません、みたいなのがあったんで、まあ、ちょっと本当はね、無印の文房具見たかったんですけど、まあ文房具は買えなかったんですけど、ちょっと生活雑貨、タオルとかそういうものを買ってきたりしました。そんな感じで、で、私はその後ちょっと、まあ銀座から浅草橋っていう駅まで地下鉄で移動して、そこに下島っていう文房具屋さんがあるんですよね。ここはもう文房具屋っていうか事務用品とか店舗用品とか、そのお店、とか会社で使う事務用品の、まあ、小売りもやってるし、卸売とかもやってる会社なんですけど、で、卸売の価格で割とリーズナブルな価格で小売りもやってたりして、で、下島にも行って、下島にもいくつか文房具、細かいもの、あ、そういえばこれ、なんかこの、例えばボールペンの会心を、そういえば切らしてたなとか言うと、割とボールペンの会心とかは、お手軽な価格で買えたりするので、その辺を買ったりとかをしてきました。割とがっつり3、4時間ぐらい買い物して、で、まあ途中はうろ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 歩くから散歩して、っていうのはやっぱ気分転換にはなるなと思いましたね。なんか、今日なんか昼間天気雨がさーっと降ったりしたけど、なんかその時も、まあ雨だけどそんなに激しい雨じゃなかったし、空は晴れてるし、で、帽子かぶってたしで、傘ささないで歩いたりとかして、なんかそれはそれでなんか面白かったなと思います。で、あとやっぱり平日の銀座はとにかく外国人の観光客の人がほとんどだったなっていう。そう。だから多分週末に行くとそこに日本人の人たちがいる、普段ね、仕事の人たちが来るから、まあわっと混むけど、さすがに平日、しかも9月の頭だから別に夏休みとかの時期でもないから、になると、やっぱり、なんていう、今日休みだから来ましたみたいな感じの、日本人の人はそんなに多くない代わりに、やっぱり多分外国、各国ですよね。多分欧米の方もそうだし、アジア系の方もそうだしが、いろんなとこを見てましたね。だからそう見てると、ああ、なるほどねっていう。週末と平日とやっぱり風景が違うっていうのをこう自分の目で見れるっていうのは面白いなと思うし、まあやっぱ街に出るって大事だなっていうふうに感じた、そんな休日でした。もう19分も喋ってしまった。まあそんな感じ。もしかしたらちょっと前編後編で分割した方がいいかもしれないから、分割するかもしれないですけど、このままドカッとアップするかもしれませんが、とりあえず今日はこれで終わります。